耐えてみせますとも。あの、美和子さん。え、あ、失礼しました。取り乱したところをお見せしてしまって。彼はいつ頃殺されたんですか？発見された時点で死後 1,2 時間程度経過した状態でしたから、おそらく午後1時前後でしょう。ねえねえ美和子さん、何か遺品みたいなものはなかったの？カバンや時計、携帯などの日常品がほとんどで。うん、でも変なカードを持っていましたね。それ、特撮系の女の子が写ってるものじゃないですか？多分そうだと思います。私、ああいうものに詳しくないのですが、確かに仮面をかぶった女の子でした。それ以外にはないんですか？何かメモが残っていたりとか。いえ、その他には特に。そうですか。死因は何ですか？かなり硬さのあるもので、後頭部を殴打された形跡がありました。凶器は何だったんですか？やっぱり現場に落ちていた斧やハンマーなんかが凶器として使われたんでしょうか？確かに現場には幽霊屋敷のセットの一部と思われるプラスチック製の斧やハンマーなどが落ちていました。プラスチック製とはいえかなりの重さがあるため、十分凶器となりうるでしょう。ですが私たちが調べた結果、凶器となったのは現場付近に落ちていた石だと判明しました。石？ええ、石に被害者の毛髪が付着していることから見て間違いないと思われます。そうですか。しかもよほど恨みがあったのか、繰り返し殴打されたようです。やっぱり警察は残りの4人を疑っているんですか？いえ、そういうわけではありません。何らかのトラブルに巻き込まれた可能性もありますし。でも一人で迷路になんて入るかしら？あの、ちょっとお聞きしたいことがあるのですが、お気を悪くなさらないでくださいね。私たちのアリバイですか？形式的なことで、決して美和子様たちを疑っているわけではありませんので。私にはちゃんとしたアリバイがあるわ。シューマイドッグを買って食べたのよ。そんなのがアリバイになるわけないじゃない。そういうあなたはどうなのよ。ちゃんとしたアリバイがあるっていうの？確かに確実なアリバイは私にもないわ。お土産を買った証拠はあるけれど、全てのアリバイを証明できるものではないし。そういえば桃井くんは何をしてたの？僕は雅と一緒にオープンカフェにいたんだ。でも途中で雅はどこかに行っちゃったけどね。ありがとうございました。あとは我々警察に任せて
美和子様たちは楽しんできてくださいませ。あ、さっき話した事件のこと絶対に内緒ですよ。さてと、それで犯人のことなんだけど、あの4人の中の誰かに間違いないわ。そのようね。めぐるくんはどう思う？僕は…でもまだ疑うのは早いんじゃないかな。何言ってるのよ！そんな悠長なこと言ってて、もしまた何か起きた時どうするのよ。そうかもしれないけど。さあ早く他のメンバーのアリバイを確認しに行くわよ。誰から聞く？みやび、ちょっといいかな？いいけど、どうした？シルバーが死んだこと、やっぱりショックだった？ショックに決まってるだろう。会ったのは今日が初めてでも、3ヶ月ずっと一緒にやってきた仲間だからな。シルバーが誰かに恨まれていたとか、何か知ってることはない？そんなことを聞いてどうする？探偵ごっこでもするつもりなのか？探偵ごっこなんかじゃないわ。私は真剣にシルバーを殺した犯人を捕まえたいのよ。ほう、そりゃご苦労なことで。ま、頑張れよ。ちょっと待ってよ。みやびだってシルバーを殺した犯人が誰なのか突き止めたいと思うだろ。シルバーを殺した犯人ね。普通に考えればこのメンバーの中にいると考えた方がいいだろうな。もちろん俺のことも疑っているんだろ？そうよ。橘さん、だからその疑いを晴らすためにも知っていることを話してほしいの。ちょっと悪い。あのさ、僕とコーヒーを飲んでた時、突然いなくなったよね。あれ、どこに行ってたの？ああ、あれか。知り合いに似た人が歩いていたから追いかけただけだ。残念ながら別人だったけどな。シルバーが殺された理由に何か心当たりはある？メンバーの誰かに恨まれていたとか、そういうのはなかったな。
チャット以外の交友関係は全く知らないから、そっちで何かあったとしても俺にはわからない。シルバーが持ってたあの2枚のカードの意味は何だと思う？さあな、普通に考えたらあのカードをシルバーに渡したザップが怪しいんじゃないのか？ザップ、悪いんだけどちょっといいかな？え、なんや？聞きたいことがあるんだ。あ、うん。僕に聞きたいことって一体何やの？私たちシルバーを殺した犯人を捕まえようと思ってるの。勇ましくてええな。で、犯人は誰やと思ってんの？それがわからないから調査してるの。一応確認なんだけど、自由行動の時どこに行ってたのか聞いていい？僕は一人で写真を撮りに行っとったで。撮った写真も見せた方がええか？シルバーには何か殺されるような理由があったと思う？僕が知る限りではないな。軽い男やったけど悪いやつやなかった。そっか。それとね、あのカードのことなんだけど。みやこちゃんも僕を疑ってんのやな。シルバーがあれを手に持ってたことはきっと何か意味があると思うの。心当たりはない？僕は犯人が僕に罪をなすりつけるために逃げ出したんやと思う。そうすると犯人はあのカードが元はあなたのものだったことを知っていた人物ということになるわね。とにかく僕を疑うのは時間の無駄やで。もうええやろ。あ、うん、ありがとう。次はヤマトさんから話を聞いてみようか。ヤマトさん、ちょっといいかな？少しの時間だけでいいんだ。うん、いいよ。さっきはびっくりしたね。なんてもんじゃないわよ。まさかあんな。あ、ごめん、大声出して。あたしシルバーに会えて嬉しかった。みんなに会えて嬉しかったのに、誰がこんな。何か心当たりはない？シルバーは誰かに恨まれていたとか。
そんなのないよ、みんな仲良かったし。誰かに間違われたとか、そうよ、きっとそうだよね。私たちは関係ないよね。そういう可能性もあるわ。だからあなたの知っていることを話してほしいの。彼を発見した時のことを教えてほしいんだけど。あの時、私、上から急に落ちてきた生首に驚いて、どっちに逃げたかもよく覚えてないんだけど、とにかく別の場所に行きたくて、すぐそばにあったドアを開けたの。そしたら、暗くてよく見えなかったの。またエキストラか何かで突然立ち上がって驚かせるつもりなんじゃないかって思ってた。だけどよく見たら着ている服がシルバーとそっくりで。近づいたら本人だった。ヤマトさん、あのシルバーが手に持っていたカードについてはどう思う？そんなのザップにもらったカードってだけでしょ。まさかザップが。ありがとう。もういいよ。なんか決め手に欠けるわね。あら、まだいらしたんですか？皆さんからの聴取はさっきので済んでますから、ご自由になさって構いませんよ。いや、そのちょっと。すいません、ちょっと失礼します。はいはい、了解しました。すみません、お待たせしました。あの、じゃあ僕たち失礼します。はい、そうですね。ありがとうございました。もしかしたら、また何かお尋ねすることがあるかもしれませんが。わかりました。それじゃあ、美和子さん、どうもありがとうございました。いえいえ、美和子様たちもお気をつけて。早速犯人探しよ。でもどうするの？ほとんど手がかりないじゃない。それはめぐるくんに決めさせてあげるわ。え、僕に？早い話、何も思いつかないわけね。うっさいわね。ほら、いいから考えてよ。やっぱりもう一度現場に戻って調べてみる？そうね、まだ現場に何か残ってるかもしれないわ。ちょっと、これじゃ入れないんじゃない？何言ってるのよ。ここまで来たんだから行くしかないでしょ。でも、あの騒ぎじゃ入れっこないよ。
だからどうやってあの中に入るのかを今から考えるんじゃない。こういう時は案外平然とした顔で入ってしまえば気づかれたりしないものよ。ちょっと忍ぶ。待ってよ、やっぱり無理だよ。そうね、分かったわ。現場に戻れないとなると、人気のない場所へ移動して作戦会議でも開こうか。作戦会議？あ、うん、ダメかな。めぐるくん、ナイスアイディアよ。え？そうと決まれば。なんとなく怪しいと思ったのよね、あの5人。やっぱりシルバーを殺したのは残り4人のうちの誰かなのかな。間違いないわ。私の推理によると犯人はザップかミヤビのどちらかね。ザップとミヤビか。どうしてそう思った？そんなの簡単よ。シルバーはヤマトさんと仲が良さそうだったでしょ。確かに初めて会った時も2人はよく喋ってたしね。ザップかミヤビのどちらかが実はヤマトさんを好きだったのよ。嫉妬による犯行ってやつね。私の推理は違うわ。あのグループには何か隠し事があるような気がするの。きっとシルバーはそれを外部に漏らすと言い出したのよ。それで殺されたんだわ。隠し事か。あ、そういえばザップにみんなが集まるのは今回が初めてかって聞いたときに1ヶ月前にって何かを言いかけなかった？あ、そうよ、きっと彼ら5人で何か人に言えないようなことをやったのよ。それで仲間割れしたんだわ。じゃあシルバーが手に持っていたカードの意味は？あのカードザップがシルバーに渡したんだったわよね。やっぱりザップに殺されたって意味なんじゃ。あら、あのカードのヒロインはあなたのそっくりさんだったわよね。そういう意味でシルバーが握っていたという可能性もあるわ。ちょっと待ってよ。それじゃあ私がシルバーを殺したっていうの？忍も橘さんも落ち着いて。私は可能性の一部を口にしただけよ。めぐるくんはどう思うのよ。そうか、橘さんのことを意味している可能性もなくはないよね。めぐるくん。あ、違うよ。橘さんが殺したって意味じゃなくて、
立花さんが何か事件の鍵を握っているっていう暗示かもって。めぐるくんって私のことそういう風に思ってたんだ。だから違うって。とにかくアリバイがないのは僕も立花さんも忍だって同じだろ。でも僕たちには彼を殺す理由が全くない。まあそうね。なんだ。いや、な、何？猿？こら、なんてことすんのよ。返しなさい。立花さん、バカね。ポテトチップくらいあげたっていいじゃない。そんなことより僕たちも追いかけないと見失っちゃうよ。放っておきなさいよ。そのうち諦めて帰ってくるわ。でも立花さん、どうしたんだろう。立花さん、誰か早く来て。そしてこんなところに死体が。そんなこと私が聞きたいわよ。見たところ、ここの従業員というわけではなさそうね。どうしてこんなところに入ったのかしら。どう？何かある？あそこに落ちているの、もしかしてこの人のリュックじゃない？わかった！きっとこの人も私と一緒で猿にそのリュックを奪われたんだわ。それでここまで追いかけたけれど、このゴツゴツした石につまずいて転んじゃったのよ。それはおかしいわ。奪ったリュックを猿がこんなところに置いていくかしら。それもそうね。あれ？この携帯って、
嘘、めぐるくんの携帯とそっくり同じじゃない。M ってまさか。ハンドルネーム。ちょっと待ってよ、この少年もあのメンバーの仲間ってこと？だいたい頭文字が M のハンドルネームってみやびだけじゃないか。その携帯電源は入るのかしら。どうだろう、もしかしたら壊れてるかもしれない。リュックの中に何か手がかりになりそうなものは入ってないの？そろそろやめとこうよ、大したものは入ってないみたいだし。それにあんまり触っちゃうと警察に叱られちゃうよ。そんな、せっかくのチャンスなのに。そうかもしれないけどさ、私たちはまだ疑われてる身分よ。あまり勝手なことしてると余計に怪しまれるだけよ。はいはい、やめときますよ。とりあえず警察に連絡しておこう。ご連絡ありがとうございます。あ、美和子さん。あの、遺体を最初に発見されたのはどなたでしょうか。私です。あら、美和子様でしたか。ええ、そうよ。あの、一つお聞きしてもよろしいでしょうか。あそこは関係者以外立ち入り禁止の区域なのですが、美和子様はどうしてあの場所へ。私のポテトチップを猿が持って行っちゃったの。それでその猿を追いかけてたら偶然あの場所に出ちゃったのよ。あ、ちょっと失礼しますね。もう少しお聞きしたいことがあるのでしばらくお待ちください。あの人に話した方がいいんじゃないかしら、あのストラップのこと。そうだね。すみません、お待たせして。あの、どうかしたんですか？あ、いえ、それがその、私が追っている事件のことで。事件？ええ、皆さんは1ヶ月前公園であった爆弾事件をご存知ですか？それで今回の事件でこのようなものが発見されて。
衣装？ええ、そのようです。犯行は複数で行われたものと推測していましたが、もしかしたら彼が犯行グループのリーダーだったのかもしれません。ちょっと待ってよ、一人多いじゃない。待てよ、M。 すみません、美和子さん、彼が持っていた携帯を見せてほしいんですけど。遺留品を見たいのですか？お願い、美和子さん。はい、すぐにお持ちいたします。このストラップ、どこか変だと思わない？そう？特に変わったところはないと思うけれど。立花さんはどう？さあ、よくわからないわ。彼はこの衣装を残して自殺したのでしょうか？でも、なぜここで？ねえ、桃井くん、あなたが自殺だと思う？自殺じゃないかな。そうかしら。自殺にしては妙な点が多いと思うんだけど。うん、私もそう思う。そうかな。だってそうでしょ。だいたい自殺するのに入場料まで払ってくるかしら。そうよ、自殺するんだったらどこでもいいわけじゃない。それにあのリュックが遺体から離れて落ちてたのもおかしいわ。自殺する人がわざわざ先にリュックを落としてから飛び降りるなんて不自然だわ。そうか。あの、彼の本名とか、そういう手がかりは何かありましたか？はい、リュックの中に彼の財布が入ってました。ただ、所持金を抜き取られたような痕跡はなく、レンタルショップのカードの裏に秋田亮介と彼の本名と思われる名前が記名されていました。詳しいことは今調べている最中です。秋田亮介。
和子さん、あと一つだけ教えてほしいんですけど、彼の死亡推定時刻はわかりますか？はい、正確な時間はまだ出せませんが、今日の朝9時から10時の間だと思われます。そうですか、じゃああとは警察の方に任せます。頑張ってくださいね。はい、精一杯頑張らせていただきます。さっきの死体なんだけど、やっぱり私は他殺だと思うの。それとリュックと携帯、この2つの落ちていた場所がやっぱり引っかかるわ。なぜ彼はリュックを背負ったまま飛び降りなかったのかしら。あの現場の様子から見ると、どう考えても彼とリュックと携帯が別々に落ちていったように見えるわ。あれ？誰からだろう？ナオトさんから？ちょうどよかった。今回の事件について聞いてみようよ。そんなことしなくても犯人は捕まえられるわよ。わがまま言うのはやめなさいよ。より多くの人間の目で事件を見ることは有効な事件解決の手段だわ。あんなこととかこんなこととか。あなたなかなかいい顔をしているわ。ちょっと忍さん。あなたは今日一緒にここへ来る約束をしていた桜田忍です。ああ、宮子さんのお友達ですね。お友達？まあいいわ。それより聞きたいことがあるの。宮子さんは？彼女は今ちょっと手が離せないの。そうですか。またそんな事件が。そうですね、最初に殺されたのは秋田という少年。その後オフ会のメンバーが集合し、シルバーが殺された。5人だと思っていたメンバーが6人になって混乱するかもしれませんが、こう考えれば簡単です。誰かが秋田少年を殺し、メンバーの中に潜り込んだんです。え？チャットの内容はメンバー以外知る方法はないと彼らは言っているようですが、そんなことはありません。インターネット上にあるもので、絶対に誰からも見られることのない領域なんてものはないのです。つまりハッキングによって今日のオフ会を知った外部の人間がチャットのメンバーになりすまして合流することを思いついた。そうです。セキュリティなどによって
部外者には見えなくなっている領域に何らかの方法で侵入することよ。ありがとう、ナオトさん。参考になったわ。それで、ミヤコさんは？さっきジュースを買いに行くと言って走って行ったわ。自販機は遠くにしかないから、しばらくは帰ってこないんじゃないかしら。じゃ、失礼。ちょっと待って！ちょっとかわいそうなんじゃないかな。せっかくかけてきたのに。全然そんなことないわよ。それより事件を整理してみた方がいいわ。そうね、少しだけ全貌が見えてきた感じね。桃井くん、あなた入り口でみやびというチャットのメンバーに間違われたわよね。うん。彼らは他のチャットメンバーの外見、特徴を全く知らなかったってことよ。つまりチャットで会話した内容さえ知っていれば、誰でもメンバーの一員であるふりができた。そういうことになるわ。ナオトさんの言う仮説が正しければ、チャットの内容を知った外部の人間が秋田という少年を殺害し、その後犯人は彼になりすましてメンバーと合流し、そしてシルバーを殺した。わかった！やっぱりミヤビたちは爆弾犯行グループなのよ。それを知った犯人はグループのメンバーになりすまして、彼らを一人ずつ殺していくことを思いついたんだわ。なかなかいい推理だわ。だけど動機がわからないわね。1ヶ月前に爆破された公園に何か思い入れがあったとか。そんなの犯人に聞いてみないとわからないけど、何かあるのよ。そうね。そして秋田という少年が持っていた M のストラップ、もし秋田という少年が本当の宮城だったとしたら。それじゃあカードの件はどうなるの？ザップがカードを渡した時は確か宮城はまだ来てなかったよね。そう言われれば確かにそうね。それにあのカードとミヤビの関連性は全くないように思えるんだけど。たまたま苦しくて握っちゃったとか。だったらもっとぐちゃぐちゃになってるんじゃないかしら。ずっといても始まらないじゃない。じゃあどうするのさ。また調べてみればいいじゃない。現場に戻ってさ、わからなければ何度でも調べる。そうすれば真相に近づくはずよ。ちょっと待ってよ。それはめぐるくんが考えることでしょ。またこういう時だけ。そうよ、いつもそんなこと言って桃井くんが困ってるじゃない。しのぶ、
誰かがおとりになってその隙に入ればいいんじゃないかしら。おとり？誰がなるのよ。え？ということだから、いってらっしゃい。ちょっと。ここで何をしているんだ。ちょっと話を聞かせてもらおうかな。ったく、お前たちは遊びじゃないんだからな。遊びじゃないです。私たちは真相を解明しようとして。だからそれは我々の仕事なんだよ。このワトソン君適性診断よ。さーて、今回は一体どんな結果になるのかしら。それじゃあ早速評価を開始しましょうか。まずは決断力の評価よ。すごいじゃない。この調子ならなかなか期待が持てそうね。次は判断力の評価よ。何よ、評価ガタ落ちじゃない。これまでの評価がちょっとちぐはぐだわ。少し不安だけど、あなたのワトソン君適正最終評価を見てみましょうか。じゃダメね。もしかすると助手見習いに降格される日も近いんじゃない。無駄かもしれないけど、とりあえずアドバイスだけはしておいてあげるわ。あなたに決断力があるのは認めるけど、あなたって判断が早いというより何も考えてないだけなんじゃない。少しは物事を深く考えた方がいいわよ。それはそうと、あなた肝心なところで重大な転機を見逃してしまっていたわ。次からは注意した方がいいわよ。まあ何はともあれ、また会えることを期待して待ってるわ。それじゃあまたね、バイバイ。Thank you.